今の日本ね、これ以上税金がどんどん増え続ければもう払えない、そういう人たちが増えてきます。現実に今の日本、税金が払えない人たちがたくさん出てるんです。ですから我々は皆さんに公約、お約束をしております。そちらに書いてある通りです。所得税ゼロ、そして消費税を廃止する。消費税などというものは国内消費を抑え込むだけのものです。国内消費がなぜ上向かないのか、当たり前ですが、消費税があるからですから。家を買うときに1000万円のうちを買います。じゃあそのときに皆さんは今1100万円を払ってるんですね。1100万円を払ってる。ところがその100万円分を払わなくていいとなったら、みんな家を買うんです。消費税さえなくなれば消費は必ず上向くんです。当たり前ですよね。そして皆さんがそうやって消費をすることによって国内経済はどんどん循環していく。今の日本経済というのは体中のあちこちに血栓ができているのと同じです。お金が詰まっている状態なんですね。お金が詰まって動きが取れなくなってきている。だったらその血栓を取り除こう。その血栓というのがこの消費税なんです。あるいは他の税金も同じです。我々日本第一党は消費税、所得税以外にも固定資産税、さらに税金ではございませんけれどもね、税金ではないけれども国民年金保険料、健康保険料、さまざまな皆さんの負担を下げようと、このように約束をしております。ぜひですね、皆さんに今ですね、こちらのスタッフが1枚ですねチラシを配っております。そのチラシをぜひお受け取りいただいて、そしてですね、ここに書かれてあることをもう一回よくよく読んでください。おそらくですね、すべての政党が同じような約束をするはずです。何をどう言い繕っても必ず皆さんの耳障りのいいことを言うんですよ。自民党だろうが、どこの政党だろうがです。しかし彼らは選挙が終わったらその途端にすぐにまた増税を始めます。だから言ってるんです。自民党結党から60年間、君たちは騙され続けてきた。